今日は、え、待って、岡部さんからめっちゃビバース届いてる。ちょっと、ちょっと見ていい？キャー、やだー、めっちゃいいんだけど。しんのすけべさん、天使、ありがとうございます。ひらもんさん、めっちゃかわいい、ありがとうございます。まいしさん、似合う、ありがとうございます。ありがとう。お、けんたさん、天使と、もう一つ天使、ありがとうございます。ちょっと、あ、ねたろうさん、くまくま、ありがとうございます。ありがくまです。ちょっとほんとさっき家に帰ってきたのでボソボソです。前髪とか全部ボサボサ。ポニーテールにしようと思ってたけど時間なくてツインテール着ちゃいました。ってなっちゃった。全然引っかかってるとかじゃなくて、ここにね前髪を留めるやつってつけてたからちょっと固まってる。やばいよね。ちょっと前髪のグルーつけてたからカリカリになっちゃった。白いね。劇場公演とかでもつけてるの。ここにね貼るの前髪を。本田さんからのコンサートでの差し入れでいただきました。前髪グルー。すごい。私誕生日だっけ。ん、読めないよ。ミラボールありがとうございます。あ、あぐん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 、ぬぐ、ぬぐろうほうさん、せと、ちょっと読めないです、英語。ありがとうございます。ぬぐ、ぬぐろうほう。マカロンのミンさん、え、ちょっと読み方違う。タンミンクマ、なんか冬のクマだ。ありがとうございます。レオタン、天使、ありがとうございます。マカロンのタミか。よんちゃん、似合う、ありがとうございます。これ私誕生日じゃないのになんでこれ誕生日仕様になってるんでしょう。もうすぐ誕生日だから。3日前から誕生日仕様。あ、あ、もう3日前か。やばいな。ちょうど3日前かな、2日前。やばい、もう誕生日か、ドキドキ。なきくん、シッシー、ありがとうございます。まきちゃん、くま、ありがとうございます。もう少しできた。3日前か。29、30、なんか誕生日配信するじゃないですか、その日付越すの。あれってなんかマネージャーさんに言っとかないとダメなのかな、ちょっと分かんなくて。
30日夜から1日、日付の、え、待って、今日ね、わっ、あ、読めない、また、あ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 りがとうございます、ミラーボール、読めないです、英語、あぐん、せっちょぬごろさん、ありがとうございます。今日ね、めっちゃ可愛い靴下買ったの。取ってきていいかな、ポケモンの。え、ちょっとミュートするね、ミュート。ママ呼んでと取ってきてもらった。今日ね、あれだ、コギミュンの当たりくじやってきました。2回、じゃん、ペンケース当たった。これからこれ使いたいと思います。コンサートとかの時にメモ帳にね、メモするんですけど、その時のペン入れるやつにします。かわいい、ちょうどいい大きさです。これにする。あとこれ、これ欲しかったやつ当たりました。欲しかったやつ、しかもピンクの方欲しかったらピンクの方当たりました。やった。これは何にしよう、鍵、鍵とかつけようかな。私今鍵生身で持ってるんですよ。だからこれ鍵つけます。かわいい。あとポケモンセンターにも行ってきました。靴下買いました、1足。なんとなんと、じゃじゃーん、イカネズミの靴下です。かわいい。これはこういう風になるらしい。可愛いでしょ。ちょっとママに買ってもらったんだけど、え、なんか500円だと思ったら1500円だった。びっくりした。これ1500円もしたらしい。そう、靴下にね、このぬいぐるみついてるの。明日履いていく。よかったらこれお揃いにしましょう、皆さん。うん、マデさん似合う、ありがとうございます。かわいいね。口から出てきてくれるんだって、かわいすぎる。これ明日8個から置いとこ。レッスンの時に履こうと思って、普段使いというよりかは
そう、今日ですね、15分も経ってしまったんですけど、そう、一家ですよ。いやー、かわいいね。これかわいいでしょ。かわいい。今日はですね、ドボンの会議しようって思って、何会議とはって感じなんだけど、ちょっと iPad の方でドボンログインしますね。もう靴下可愛すぎて、もう今日の一番の収穫ですよ。今日の夜ご飯は、あ、しゅんごさん綺麗だね、ありがとうございます、ありがとう。みんなからお誕生日おめでとうっていただいてる、ありがとうございます。あ、りょうさん天使、ありがとうございます。ちょっとパスワードに誤りがありますって言われて、ちょっと待って、ドボン、すごいなんか真面目な感じになっちゃった。ドボンについて、はーい、そう、私は誕生日というか12月1日が誕生日です。え、あと、ね、あと何日？1日半？あと2日？あと2日か。コメント変えとこう。そう、私ガチャガチャ引いてめちゃめちゃコインが余ったのね。10万円分コインくらい、あれ引きました、グッズ、応援グッズのガチャ引きました。でも伝説は出ませんでした。10万円引いたのに、なんかね、マカロンのやつがあって、キーホルダーみたいな、マカロンストラップ、それが欲しいんだけど、なかなか伝説になってくれません。でもまだ今3万コインくらいある、もう引くのやめようかな。はい、あ、いや、ありがとうございます。ただいま私今4位ですね。本当に本当にめちゃめちゃありがとうございます。ただいま4位、75億ポイントです。はい、そして私の最終目標は3位です。3位、そして3位まで2億4000万くらい差があります。ただいま
どうだろう、今のペースでいったら3位に届くのかな。すごい今3位、欲張りさんだな、ごめんなさい。やっぱやめといた方がいいですか、3位狙うの。でもなんかあれですかね、そう多分順位によってね、私もちょっと初めてでちょっと分かんなくて。やっぱ順位によってなんか1とか違うかな。なんか私すごい やっぱポジションって結構大事じゃないですか。なんかいつもすごいあれなんですよ、ポジション。だからすごい、いいポジション狙いたいって思ってるんですけど、結構皆さんの負担ですかね。私も結構頑張ってるんですけど厳しいかな、あとちょっと。でもなんかすごい最後もう2日じゃないですか、皆さんのおかげでなんか3位目指せそうな今ところもできてるので、3位行きたいなって今思ってるんですけど、それが皆さんの負担になるならちょっとあれかなって思って、今やっぱりなんかこういうとこですか。これって自分で掴み取れるとやつじゃないですか。まあ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 あれなんですけど、私そんなにいつもなんでしょう、なんか言い方があれなんですけど、いいポジションっていうのがあまり多いタイプじゃないので、結構多分ね
3位、私が今4位で、3位と4位って結構違うと思うので、やっぱり3位行きたいな。本当にめちゃめちゃ皆さん、私なんかなんか残りあと2日で私が今4位にいるのが本当にびっくりありがとうございます。本当に自分自身でも結構プレイしてがんばってるんですけど、でも本当に私皆さんのおかげで皆さんがプレイしてくださってるので本当にありがとうございます。なんか結構私今4位なのでギリギリではないじゃないですか、陣容位から。なんかやっぱりでもなんでもない、頑張りましょう。でも今見てたら本当に3位頑張ろうって皆さんが言ってくださったので、ちょっと次のあとゴールデンベッドタイムが2回なんですけど、この2億差をどれくらい縮めれるかなと思って、間に合うかな、あと2日で厳しいかな。全然なんかごめんなさい、全然なこういう予定じゃなかったんですけど間違えちゃった間違えたって言い方おかしいね。全然なんかごめんなさい、ちょっとなんかやっぱ申し訳な、なんか急に申し訳なくなっちゃった。なんかこう皆さんと協力するイベント、こんなに長い期間したの初めてなのですごい難しいけど、すごい皆さんたくさん応援してくださってるからすごい嬉しい。ありがとう、みんなさんありがとうございます。すいませんよし、よかったらちょっと私今3位目指してるので、カード使って
私のカードセットしてプレイしてくださると嬉しいです。もうなんかすごい イベントはちょっと苦手ですね。もう出ないって言ったらあれですけど、あんま積極的には参加できないかも。ちょっとイベント系とりあえず、あと最後2回のゴールデンベッドタイムを皆さんと一緒に頑張れたらなって思います。そう、一押しガチャ今始まってるんですけど、私のカード1枚でも持ってないと引けないので、もしかしたらちょっと持ってない方難しいかもしれないけど、もし1枚でも持ってるよって方は一押しガチャ引いてセットしてくださったらめちゃめちゃ嬉しいです。してプレイお願いします。なんかやっぱり結構皆さんやっぱ14位以内なので、そっちの争いの方で、ね、そっちの方の方を結構たくさん応援してしに行っちゃうのもわかるんですけど、もしよかったら少しでも1枚でもいいのでよかったらお願いします。あともうちょっとで3位なんです。1枚でもいいです、お願いします。でも本当に先週までなんか途中8位とかなったりして、結構ポイント数も僅差で、厳しかったりしたんですけど、ここまでこの1週間ぐらいたくさん皆さんが頑張ってくださって、ここまで順位上げれたので本当にありがとうございます。最後のわがままでごめんなさい。3位、最終3位で出れたらなって思います。よろしくお願いします。私はメンバーはなんか0時までしかできなくて、夜中ができないので今日も0時までプレイします。で頑張ります。朝起きて明日のレッスンが押さない限りゴールデンベッドタイムも頑張ります。
とりあえず私的に一番大事なのはこのゴールデンベッドタイム残り2回の2時間かなって思ってるので、そこであとどれくらい伸ばせれるかな、明日のゴールデンベッドタイムまでに追いつけた、明日のゴールデンベッドタイム終わりまでに追いつけたらなって思ってます。どれぐらいのペースで追いつけるのかちょっとわかんない。でも目標は明日の10時明日のゴールデンベッドタイム終わりに追いつくお目標に皆さんと頑張れたらなって思います。厳しいかな、すいません、皆さんこんなにたくさんプレイしていただいてるのに、すいません。よかったらなんかお友達とか誘って一緒にプレイしてくださったら嬉しいです。最後頑張りましょう。ベストスパート、緊張しますね。本当にありがとうございます。本当のラストスパートです。やばいですね。それが終わったら私のお誕生日です。あ、そうだ、生誕祭の当選発表が出たらしい。12月1日に私は誕生日なんですけど、なんと12月1日に生誕祭を開催させていただけることになりました。ありがとうございます。なんかファンの皆さん、私のファンの皆さんがたくさん来てくださると嬉しいなって思ってます。生誕祭なのでね、しかも当日なのでやっぱいつも私応援してくださってる皆さんに囲まれたいなって思ってます。だからこそ他の方の生誕祭とかは皆さんも控えていただけるとって思います。当日だからね。
ああそうですそうです、12月2日は波動ドラフト、あります。そう、3日連続で皆さん、3日連続といっても30日は配信ですけど、3日連続皆さんに会えますね。30日はイーナ研究所配信とショールームで日付またぎ配信、誕生日のします。で12月1日は生誕祭、ただむれんち公演です。12月2日はハードドラフト、生配信の21時からです。チーム名思いつきません。自分は今2択で迷ってます。とりあえず先輩から取っていこうかなって思ってますね。同期は いたら、取られてなかったら取りたいです。ココちゃん選びたいかな。17期研究生からだったらココちゃん、18期研究生からはどれがいいかな。ゆなちゃんとか、かな。でも先輩がをいつも関われない機会、関われないので。変わる機会が少ないので先輩方をたくさん選びたいなって思ってます。ごめんなさい。なので研究生推しの皆さん、でもちょっとだけ意外かも、一巡で選ぶ方ちょっとだけ意外かもしれない。私は次の波動では、シールドしようと思ってるので、アタッカーの方
たくさん選べ、多めに選べたらなって思ってます。まだ皆さんのコメントには来てない方です。そうだそう、指名かぶったら抽選になるのかね、分かんない。私もまだ聞いてない、台本が届いてないっていうか、台本あるのか分かんないんですけど。引きになるんですかね、やっぱドラフトですもんね。なんか今卒業発表されてる方以外で やるみたいですよ。次のハードはシールドやります。今期もシールドやりたかったんですけど、なかなかする機会なかったのでシールドします。次まだ皆さんのコメントでいない、まあ分かんないけど、気が変わってるかもしれないけど、今のところその方はいらっしゃらない。うん、疲れるからシールドもしたい筋肉痛になっちゃうのよ、試合2試合も出たら。普通にそれもあるんですけど、やっぱどっちかというとアタッカーの方が目立つところあるじゃないですか。なので私はキャプテン、今季次のシーズンのキャプテンをさせていただいてるので、まあ、ちょっと目立つところもあるのでシールドできたらなって思ってます。受けるキャプテン、ね、ディフェンスって大事なのにね、あんま見られないの、ディフェンスって。そんなの嫌だよね、みんな頑張ってるのに。何分に終わろう、45分かな。
とりあえず私はこの配信終わったら0時までドボンプレイします。ありがとう本当に、ごめんね本当に、全然泣くつもりじゃなかったんだよ、なんか本当にごめんなさい、こんな申し訳ない、なんか泣いたのも申し訳ないです、すごく皆さんに、こういうつもりじゃなかったの本当に、勝手に涙って出てくるのすごい、もうねごめんね、ああマシさん、ハイトありがとうございます、本当にもう一番頑張ってたから、ドボン研究生だけど、研究生でですけど一番頑張ってた、ブレイク回数も一番多いから、私が本当にありがとう、もうすぐ1万プレイいきます、今9737回プレイしております、私明日で1万回プレイ超えそうです、私この前なんか起きてドボンしようって思ってドボン一回したんだけどね、そしたらなんだこれ、みんな全然スタンプ返してくれないんだけどって思ってみたら一人でプレイしてた、もう寝ぼけすぎて、もう起きた瞬間ドボン始めるから寝ぼけすぎて一人でプレイ始めてたポイントにならないの一人でプレイじゃん、一人でドボンか、ちょっと時間合わせとく、一回ってあれか、少ない、2回くらい合わせて、3回くらい合わせておきます皆さん、一人でドボンされてる方いらっしゃいます、私間違えて何回かプレイしちゃったことあるんだけど、間違えて押しちゃう、なんでか分かんないけど確認不足です、ただの、あら白熊さん最高ありがとうございます、ありがとう、何回したことあるか見てみよう、一人でドボン、まあまた今度合わせます、なんかドボン合わせしなきゃって思ってたんだけど、やっぱ回数の方私がいっぱいプレイしてポイント稼がなきゃと思ってたらなかなかする時間を逃してしまって、しかもちょっと見てみよう一人で対戦5回やってた私、しかも上がり率40%、あー確かに12月入って時間合わせいいかもしれない、そしたらなんでしょう、今イベント期間中だからやっぱプレイしてる方も多いと思うので、ね、逆に12月にやった方がいいと思う、私12月にやりましょう、
うん、のんびりしましょう。今はちょっと皆さんとたまたま会ったらいいなって。でも結構私のホテちゃんパラダイスの方が増えてきて嬉しいです。ぜひ皆さんゲットしたらつけてください。ありがとう。よかったらね、12月入ってハート貯めておいてください。じゃあドボン合わせは12月にしましょう。そしてまたまた12月にちょっと早いんですけど、気が早いんですけど、このドボンイベントのお礼をお礼配信をしようと思ってます。と今のところ私的にはあの1億ポイント、個人で1億ポイントを超えている方にあの1曲っていうか1億ポイント以上の方にあの1サビまでなんかカラオケ配信しようかなって思ってます。で今1億ポイント超えていらっしゃるのが16位までの方なので、16位の方まで今のところ今超えてらっしゃるのが16位のまでの方なので、その方まで1サビまであのリクエスト曲を歌おうかなって思います。もしねこれからね、100位の方まで1億ポイント超えていたら100位の方まで歌います。やっぱ1億大変だと思うので、で100位から17位の方まではお名前をお呼びいたします。そしてあの桁違い桁違いの方には、私的に桁違い5億超えの方はやっぱ桁違いかなって個人的に思っているので、5億超え以上の方にはフルで一曲歌わせていただきます。カラオケ配信で今5億ポイントを超えていらっしゃるのが1位から4位までの方なので、はい私含めてはい4位までの方、1位2位4位、私が3位で今1位2位と4位の方にあのフルで1曲リクエスト曲を歌わせていただきたいなって思ってます。よろしくお願いします。もしねこの後にあの5億の方、もし5億ねポイントに達成したって方がいらっしゃったら、その方も1曲フルで何か歌わせてカラオケさせていただきます。はい、布袋もかちゃんにリクエストしてください。私が歌えます。え布袋もかちゃんをリクエストするの、でもかちゃんも一曲歌います、自分の好きな曲。もう決まってます、自分の歌いたい曲は。はいってな感じで思います。どうでしょう、本当に
もっとねたくさん皆さん頑張ってくださってる、もう100位より後の順位の方でも頑張ってくださってると思うんですけど、ちょっと100位までしかランキング見ることができないので、今回は100位までの方を読ませていただきたいと思います。ランキングどうかよろしくお願いします。リクエストはリクエストはX の方で募集しようかなって思ってます。イベント終了、イベント終了後も見られるの？あ、ポイント見れますよ、過去のイベントで。はい、最終目標が現在4位の75億。本当にありがとうございます。本当に本当にめっちゃ嬉しいんです。本当に今本当に全然この12文句言ってとかそういうわけじゃなくて、皆さんとならもうちょっと上を目指せるんじゃないかなって今思ってて、最終3位今狙える位置に来てると思うので、ちょっと最後皆さんと3位まで頑張れたならなって思ってます。本当にごめんなさい、わがまま言っちゃってたくさん、本当に1ヶ月ね期間長いんですけど、あとね、2日一緒に頑張ってくださったらなって思います。配信全然できなくてごめんなさい、本当にねごめんなさい。ありがとう。3位だったらあれですもんね、何新芽が、新芽じゃないセンターの方の横になるのかな、わかんない、どのポジションでなるのかよくわかんないけどになれると思うので、よかったらこのあと1枚でもカード、私のカードセットしてくださってプレイしてくださると本当に本当に嬉しいです。ちょっとでも大丈夫です、よろしくお願いします。本当にここに来て今狙えそうって、皆さんのおかげで狙えそうって位置に来れたので、よろしくお願いします。頑張りましょう、私も頑張ります、めっちゃありがとうございます。次はドボンイベント終わった後の30日の日付のまたぎ配信で会いましょう、誕生日の、お誕生日配信、その時にドボンのお祝いもできたらなって思います。はい、どっちのお誕生日もドボンの方のお祝いもできたらなって思います。よろしくお願いします。皆さんとなら目指せる気がしてきました。あと2回のゴールデンベッドタイム一緒に全力で頑張りましょう。はい、すいません途中、今日はママともんじゃ食べてきましたいきなり何の話感じだけど、今日はママともんじゃを食べてきましたって話でした。はい、あと10分でゴールデンベッドタイムが始まりますので、ライブランキングを読ませていただきたいと思います。
明太もちもんじゃ食べました。なんかママがチーズダメみたいで、明太もちチーズではなく明太もちもんじゃ食べました。では13位の方から読ませていただきたいと思います。13位、しゅんごさん、ありがとうございます。12位、めけねこさん、ありがとうございます。11位、あんぐんせざぬがさん、読めないんです、ごめんなさい。 AGUNGSETYONUGROHO さん、ありがとうございます。10位りょうさん、ありがとうございます。9位しんのすけべさん、ありがとうございます。8位ねたろうさん、ありがとうございます。7位よんちゃん、ありがとうございます。6位わねさん、ありがとうございます。5位ましさん、ありがとうございます。4位よしみつさん、ありがとうございます。3位りょうさん、ありがとうございます。2位けんとさん、ありがとうございます。1位白熊さん、ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、はい、ではではでは、この後のゴールデンベッドタイムからガチで頑張りましょう。本当にね、このね数ヶ月たくさんブレイしてありがとうございます。残り2日なので一緒に頑張ってくださると嬉しいです。頑張ろうね。この後0時までドボンします。ツイッチャー、この後 X でもドボンに関してツイートしようかなって思います。では次のショールームは3位入賞で会いましょう。ドボンイベントが終わったね、絶対その時は3位になってるから、皆さんとならいける、よろしくお願いします。ではバイバイ、おやすみー、バイバイ。